ヘリウムは原子番号2の元素である。元素記号は HE。原子量は4.00260。ノーマン・ロッキャーとエドワード・フランクランドが名付けた。ヘリウムとはギリシア語で太陽を意味する。当時、太陽を構成する元素だと考えられたためである。無色、無臭、無味、無毒で最も軽い気がす元素である。すべての元素の中で最も沸点が低く、加圧化でしか個体にならない。 ヘリウムは、不活性の単原子ガスとして存在する。また、存在量は水素に次いで、宇宙で2番目に多い。ヘリウムは、地球の大気の0.0005%を占め、鉱物や、ミネラルウォーターの中にも溶け込んでいる。天然ガスと共にごく微量に産出し、気球や小型飛行船の不要ガスとして用いられたり、液体ヘリウムを超電導用の低温素材としたり、大深度へ潜る。 さえの呼吸ガスとして用いられている。標準状態においてヘリウムは単元子ガスとして存在する。ヘリウムを固化するには非常に特殊な条件下に置かなければならない。元素の中で沸点が最も低く、標準圧力下では温度を下げて絶対0度になっても不確定性原理のため液体のままであり、固化するにはさらに高い圧力をかける必要がある。 臨界温度は 5.19K と非常に低い。固体ヘリウムはヘリウム3とヘリウム4で必要な圧力が異なり、圧力を調節して体積の30%をコントロールすることができる。ヘリウムは、比熱容量が非常に高く、密度の高い蒸気となり、部屋の温度が上昇すると素早く膨張する。固体ヘリウムは 1.5K、2.5から3.5音波。 という非常に低い温度と高い圧力の下でしか存在できない。この程度の温度以上になると相転移を起こしてしまう。これ以下の温度ではそれぞれ立方体系の分子を作っている。ヘリウム4の2つの液体状態。ヘリウムアイとヘリウム I は量子力学の研究において重要で、物質が超電導を帯びるような絶対零度に近い超低温で発現する。以下に挙げるような、 様々な用途に使用されている。ヘリウムガスヘリウムは、水素の92.64%もの不要力があり、燃えないため、水素よりも安全なガスとして風船などの不要用ガスとして利用され、広告用バルーンや天体観測用気球、軍事用偵察気球などに使用されている。また、ヘリウム中では、音速が空気中よりずっと早いため、 ヘリウムを吸入してから発生すると、噛んだかい音色の奇妙な声が出る。これに着目して、いわゆるパーティーグッズとしても利用される。このような市販の変成用ガスには、酸欠などになるのを防ぐために酸素が20%ほど含まれているが、風船用ガスとの誤用による事故や吸い過ぎによって、嘔吐や意識を失う事故が、たびたび発生しており、その大半は12歳以下の子供によるものである。 ヘリウムに薬理作用はないが酸素を混合していないガスの吸引による自殺に使用された例も報告されている。低温高学ヘリウムは沸点、有点ともに最も低い元素である。液体ヘリウムは他の超低温物質よりも低温となり超伝導や低温物理学など絶対零度に近い環境での研究が必要な分野で冷媒として使用されている。また、 ヘリウム3とヘリウム4を使った希釈冷凍法がある。労働産業ヘリウムと酸素などとの混合ガスは、テクニカルダイビングなど、大深度潜水用の呼吸ガスとして用いられる。ヘリウムは、窒素よりも麻酔作用が少ないため、窒素中毒などの中毒症状を起こしにくい。さらにヘリウムは、粘度が低いため、高圧下でも呼吸抵抗が小さく、体からの排泄速度が速いとされている。 しかし特定の条件下では気泡が生じやすく一旦血管内に気泡が生じた場合は消失しにくいとの報告がある欠点として熱伝導率が高いため体温調節が難しくなり低体温症になる危険があることまた空気と比較してはるかに効果であることがあるヘリウムと酸素の混合ガスであるヘリオックスとヘリウム酸素窒素を混合した トライミックスがある。医療その他、ヘリウム原子の存在を示す最初の証拠は、1868年8月18日に太陽の細層部分を分光スペクトル観測した、サイの波長587.49ナノメートルの黄色い気線だった。これを発見したのは、インドのグントゥールで、回帰日食を観察していた、フランス人天文学者のピエール・ジャンさんだった。 彼は当初、この線はナトリウムを示すと考えたが、同年10月20日に、イギリス人天文学者、ノーマン・ロッキャーが、やはり太陽光を分析して、大線を観測し、ナトリウムのフラウンホーファー線記号 D1 や D2 に近かったことから、D3 と名付けた。ヘリウムのスペクトル1882年、イタリアの物理学者、ルイージ・パルミエリは、 ベスビオさんの溶岩を分析していた際に、スペクトル d 酸性を見つけた。これが、地球上で初めてヘリウムの存在を示唆する証拠となった。1895年3月26日、イギリスの科学者、ウィリアム・ラムゼー卿がクレーベイ氏と無機酸を反応させる実験を通じてヘリウムの分離に成功し、地球上で初めて生成した。ラムゼーはアルゴンを探していたが、 硫酸で発生させたガスから窒素や酸素を取り除いた残りをスペクトル分光して調べたところ太陽光と同じ D 酸性を発見した。そしてこれがロッキャーやウィリアム・クルックスが名付けたヘリウムであると同定した。実はアメリカの地球科学者ウィリアム・フランシス・ヒレブランドがラムゼに先立ち戦、ウランコ標本の試験を行っている際に変わったスペクトルを見つけていたが 彼はこれを窒素のスペクトルと思い込んでいた。ヒレブランド・はラムゼイに祝辞の手紙を送っている。原子量を計測できる程度の量は、スウェーデン・ウプサラ市でペール・テオドール・クレーベとアブラハム・ラングレが抽出に成功した。1907年にアーネスト・ラザフォードとトーマス・ロイズは新しく見つかったガスをガラス管に詰めてスペクトルを調べようとした際に、 粒子が薄いガラス壁を通り抜けることを見つけ、アルファ粒子がヘリウムの原子核であることを突き止めた。1908年には、オランダの平家カメルリング・オネスがガスを 1K 以下まで冷却し、液化に初めて成功した。彼はさらに温度を下げて固体を得ようとしたが、上圧のヘリウムは見えてんを持たないため、これには失敗した。しかし、1926年に、 オネスの教えを受けたウィルム・ヘンドリック・ケイソンが1、立方センチメートルのヘリウム固体化に初めて成功した。1938年、ロシアのピオートルカ・カピッツァは、絶対0度近くまで冷却したヘリウム4がほとんど粘性を持っていないことを発見し、これは、潮流道と呼ばれた。1972年には、アメリカのダグラス・ディ・オシェロフ、デビッド・リー、ロバート・リチャードソンによって、 絶対零度に近い温度域で、ヘリウム3でも同じ現象が発見された。1903年、アメリカカンザス州デクスターで、石油掘削のボーリングが行われたところ、不燃性のガスが湧き出た。カンザス在住の地質学者、エラスムス・ハワースがこれを収集し、ローレンス氏のカンザス大学で、科学者、ハミルトン・キャディとデイビッド・マクファーランドの協力を得て、成分解析を行った。 その結果、ガスは、質量比で窒素72%、メタン15%、水素1。さらに解析を進めた結果、キャディとマクファーランドは、1.84%はヘリウムで、あることを突き止めた。これによって、地球全体では希少であるヘリウムが、アメリカのグレートプレーンズ地下に大量に存在しており、天然ガスの副産物として入手可能だということが、判明した。 ただし、化石燃料とは生成の経緯が異なり、長い年月をかけて、ウランとトリウムが放射性崩壊することにより、ヘリウムができる。アメリカの主なヘリウム含有ガス電は、ほとんどがカンザス州、オクラホマ州、テキサス州西部の地域にある。この発見によって、アメリカ合衆国は一大ヘリウム供給国となった。第一次世界大戦時。 リチャード・スレルホール卿の助言を受けて、アメリカ海軍は3機の実験的な小規模ヘリウム製造設備に投資した。これは空気よりも軽く不燃性のガスを素速気球に使う目的があった。これ以前、ヘリウムガスは通算で1立方メートルも得られていなかったが、この計画で生産されたガスは純度92%で5700立方メートルに上り、 1921年12月1日に、諸女高校を行った、世界初のヘリウム飛行船 C-7 にも使われた、ヘリウムモニュメント。1968年、ヘリウム発見100周年を記念して、テキサス州アマリロに作られた。第一次世界大戦中、抽出方法は低温によるガスの液化法からそれほど改良されなかったが、生産は続けられた。 当初は飛行船などの不要ガス需要が中心だったが、第二次世界大戦中にはそれに加え、アーク溶接用の需要が拡大した。ヘリウム質量分析系も原子爆弾を製造するマンハッタン計画で用いられた。1925年、テキサス州アマリロでアメリカ合衆国連邦政府はヘリウム国家備蓄を開始した。これは民間の商用や 戦時の軍用目的の飛行船へ供給体制を備えることを目的とした連邦によるヘリウムの国家戦略的備蓄である。アメリカ軍はドイツへのヘリウム輸出を制限したが、これが水素を用いざるを得なくなったヒンデンブルク号の爆発事故の原因となった。対戦後にヘリウム需要は縮小したが、1950年代に入ると宇宙開発競争や冷戦を背景とした。 ロケットエンジンの推進材用などへ、酸素や水素の冷却用として、ヘリウムの用途は広がった。1965年、アメリカのヘリウム消費量は、戦時中の最大量の8倍にもなった。ヘリウム条例1960修正条項発布後、アメリカ合衆国鉱山局は、カンザス州ブシュトーン市にある複数の民間所有合ス生成工場から、 天然ガス中のヘリウム回収をはじめ、これを延長684キロのパイプラインでテキサス州アマリロ近郊のクリフサイドにある国家、備蓄基地へ集約した。これらのヘリウム窒素混合ガスはクリフサイド周辺のガス田に再注入され、純度工場と貯蔵を両立させた。1995年段階でアメリカのヘリウム備蓄量は10億立方メートルに達し、翌年に 議会は、貯蔵像の停止とヘリウム民営化条例1996を採決して2005年までに備蓄ヘリウムをすべて販売することを内務省に命じた。ただし、備蓄分の売り切りは2015年と予想される。1930年から1945年にかけて生産され、飛行船に使われたヘリウムの純度は98.3%であった。 1945年には純度99.9%のヘリウムが溶接用に少々製造された。1949年までにヘリウムはグレード A まで商用生産が実現した。工業用ヘリウムの需要は急増している。長い間、アメリカは全世界の商用ヘリウム生産量90%以上を担ってきた。その他にはカナダ、ポーランド、 ロシアなどでも生産された。1990年代中頃、アルジェリアのアルゼウにて、全ヨーロッパの需要量をまかなう1、700万立方メートルの新工場が稼働を開始した。2000年までに、アメリカのヘリウム総需要は、年間1、500万キロまで増加したが、2004年から2006年にかけて、 カタールのラスラファンとアルジェリアのスキクダでそれぞれ新工場の建設が行われた。2007年段階でラスラファンは稼働率50%、スキクダは未稼働の状態にある。しかしアルジェリアはスキクダでの生産が始まれば世界2位の供給国となる。その一方で世界的なヘリウム需要は価格とともに上昇し、 2007年の消費量は2002年非売増となった。受給バランスの変動により将来は深刻なヘリウム不足と価格高騰が予測される。2012年には世界的なヘリウム供給不足が発生した。原因はアメリカでの設備トラブル、新興国での需要増などが考えられている。このため東京ディズニーリゾートでは2012年11月21日から パーク内でのヘリウム風船の販売を休止した。2013年12月、カタールのラスガスが世界最大級の年産産680万立方メートルの生産設備を稼働させた。日本は全量を輸入に頼っているが、財務省の貿易統計では、近年の日本の輸入量は年間2000トン前後。2012年、2013年にはアメリカの生産源で、 品不足となったが、これを補うために、カタール他からの輸入が増えている。2013年は、全輸入量1902トン中、米国からが1747トン、カタールからが121トン、その他からが34トンであったが、2014年に入り、カタールのシェアが急増している。アメリカの生産源はヘリウムをほぼ含まない、シェールガスの開発が進んでいるためとされる。 輸入価格の上昇は、アメリカのヘリウム国家備蓄が2021年の民営化を目指し残った備蓄を払い下げた際、一社が買い占めだったことで輸入が難しくなったことや、中東の政治情勢により、カタールからの輸入コストが上昇したこと、中国の需要増加などが要因とされる、2016年タンザニアで大規模なヘリウムガス電が発見されたと報道された。 世界全体の生産量はアメリカとカタールでありほぼ2国で需要を賄っているがロシアのガスプロムが極東での生産を計画している他カタールやアルジェリアでも新工場の建設が進んでいることもあり将来的には複数国での生産に移行すると予測されている詳細はヘリウムの同位体を参照天然に存在するヘリウムの同位体には 陽子二つと中性子一つからなるヘリウム3と陽子二つと中性子二つからなるヘリウム4の二種類がある。ヘリウム3は地球の大気中においてはヘリウム4に対して100万分の1の量しか存在しないため原子炉で生成されたものが利用される。原子炉内でリチウム6に中性子を照射すると見え水素とヘリウム4ができ、この見え水素が β 崩壊して ヘリウム3となる。それだけではなく、人工的に作られた同位体としては、ヘリウム6、ヘリウム8、ヘリウム10などがある。ヘリウムの同位体を用いた、地球科学的な応用は大きく分けて2つある。まず、ヘリウム3をトレーサーとして持ち、もう1つは、岩石中に天然に存在する、放射性同位体であるウーランやトリウムのアルファ崩壊に、伴って放出されるヘリウム四の蓄積量から、 その岩石の生成年代を求めることである。ヘリウムの化合物については、カテゴリー、ヘリウムの化合物を参照ヘリウムは極めて、反応性に乏しく、ファンデルワールス分子や、放摂化合物以外の化合物はほとんど、見つかっていない。例外的に2017年、超高圧下で、ヘリウム化にナトリウムが存在することが、国際研究チームの研究で判明した。詳細は、 気ガス化合物気ガス内包フラーレンを参照。ありがとうございます。